午前中、あの午前中 の, あのお子さんのお昼寝の時間っていうのは結構大事だったりとかして、10時から、ね、第一お昼寝が始まるんだよね。へえ、それはどういうセミナーをやられてるんですか？ママの園、ママの園としてやられてるんですか？そうです、うん、はい、あと私たちの特活、午前中にセミナーをやる需要があるんだ。午前中は午前中の方のみですね。マジですか？僕はもう午前中のみです。それは見逃してた。あら、え、あ、なるほどね。あと幼稚園から2時過ぎに帰ってきますから。そうか、普通に夜か土日だと思ってました。いやいやいやできないです。土日は旦那さん家にいますから。やっちゃいました。あれ、僕はお母さんしてますから。あ、そうですよね。え、午前中というのは具体的に何曜日の何時から何時とか今決まってます？平日の10時12時がメインですね。水曜日はもしかしたら、あの幼稚園とかが早いから早いので、ってことは月火木金ですね。月火木金の、10時から12時に何人ぐらいの規模で普段はやってます？いろいろですね。講座とかだと本当5人10人とかもあれば、うん、この間やったイベントとかだと、この間市川さんにちょうどイベント来てもらったんですね。はい、その時はあれ大宮でやってる。そうです、そうです。あ、聞いたかもしれない。はい、主催したんですけど、はい、はい、30名ぐらいの、うん、もう男女問わず年齢も幅広く来てくださって、はい、で午前中市川さんのお話をして、はい、はい、で午後はワールドカフェっていうか。ワールドカフェ、はい、はい、はあ、そういうちっちゃいイベントから講座から本当に大きなイベントまで。なるほど。マックスでいつも何人ぐらいですか？50とか。大きなイベントやるときは、まあ、100とか来る。100か。うん、だけどそんなに、うん、まあ、年に1、2回やりの。なるほど。通常は、まあ、2、30人ぐらいが多い。キャパがあれば子連れでも OK。 子連れでも、うん、なるほどですね。いや、そうなんですよ。そういうのを考えますと、まあ、普段の立地は、まあ、配置はこうなんですけど、まあ、こういうふうに本当に区切られるかどうかは別として、まあ、こういうふうに、まあ、そこのここの部分ですよね。ここの部分が、まあ、要はステージになるっていうのを今は想定してました。ただ畳の位置を変えたりユーストの場所を変えたりするとこのレイアウトも変わってくるかもしれませんが、ただまあこういうふうにセミナーという形でやれればいいかなと思ってます。ただ何人ぐらい座れるんですか？一応ね、ここなんで本気で頑張れば全部使えば100人ぐらいだと思うんですけど、まあ3、40人ぐらいなんじゃないかなというふうに。簡単な小さな勉強会とかだったら全然開けるスペース。そうですね。で、本当にスライドさえあれば、それこそ僕らって経験済みですけど、こんなんでもできるじゃないですか。そうですね、はい、だからでもスクリーンとかは常設しないんですか？スクリーンはそこの一番奥に置きます。多分下から上に上げる形だと思います。こっちに置くと逆光になっちゃうから、こっちに置かないとダメなんです。はい、なるほど。常設ではないですか？常設、わかんないですね。まだそこら辺もだから全然詰めてないんです、うん、だテレビを買った方がいいのかどうかとかも、だか テレビってあの要はプロジェクターになるじゃないですか。今 MacTV とかあるんで Bluetooth、うん、無線なんか無線なんで切り替えられるので、こうよくある屋根常設型のプロジェクター、はい、そういうふうにも知ってる。いや、だからその辺も正直だから何にも詰まってないんですよ、うん、はい、だから今は何も決まってないんですよ。名前も決まってないし、もうよくわかんないんですよ。名前一番最後だから、だから多分名前はだってうちらだって最後の最後まで、まあ、そうですね。だからこれと同じことをあと3回ぐらいやらせてもらえたら俺はすごい人になれると思うんですけど。これ初めてだから。ちなみに、はい、ここの運営母体は株式会社コミュニティコンサルですか？そうそうそう、そしたらなんかコミュニティで使いたい気がしますけどね。オープンコミュニティ、あ、名前ですね。はいはい、ここの案が大事ですよ。名前はそうですね。オープンコミュニティカフェから、はい、こんなところで、あ、いただきます。ありがとうございます。名前はまあ私はシーコミュニティカフェどうしても欲しいとか言いながらあるんで、まあ、地域名は入れた方がいいかもしれないですね。大宮とか、大宮コミュニティカフェ大宮、大宮とか、まあ大宮ですかね。下北以外で地域名が入ってるって言うと、すぐ隣にいるじゃないですか。草加がいますよ。まあ地域名なんでひばりが丘って別に、うん、誰もそんなもんつけて呼んでくれます。離れさん、離れさん。
確かに地域名が入ってた。埼玉、埼玉。パッと見たら、県名をパッと見ただけでどこじゃない。ひばりが丘、そうか、書いてるんだって。じゃあ大宮。そうですね。まあ、ひばりが丘って実は東京のあれですよね。駅は東京っていうね、また、まあ、どっちにも名前が。みんなね、みんなそう、場所とあれが一致、住所が一致してないんですよ。知らないから。そうなんですよね、だからその辺も。